山田朝右衛門とはお試し御用という役職にて刀剣の試し切りや処刑執行人を代々務めた浪人山田家の屋号である。斬首刑も一刀のもとに行う刀剣の達人である。朝右衛門、女でか。女でです。異臭の抜け人ガビ丸、幕府よりあなたの処刑を仰せつかりました。殺してほしいと言ってましたね。お望み叶えましょう。この女、本物。サギリ殿、早くこいつを。かしこまりました。なぜ避けるのですか。動かなければ死ねたのに。死ねたのか。死ぬのが嫌なのか。わしは、私は仕事柄さまざまな人間の最後に立ち会い、死に際の本音が見抜けるようになりました。刀には人の本性が映る。死ぬ寸前まで虚勢を張り続ける者、その場しのぎで必死に慈悲を乞う者、そして死を受け入れたと自分を偽る者。ガランのガビ丸、確かにあなたには大きな虚無がある。その生い立ちを聞けば無べなるかなと思います。しかしあなたは一つ嘘をついている。あなたは性に執着している。いえ、妻を愛している。彼女の存在はあなたにとって生きる意味そのものだったのではありませんか。神仏に手を合わす、いただきますを言う。どんな時も普通を守りましょう。人として夫婦になれるように。あなたは、図星ですね。なぜ自らを偽るのですか。処刑で死ねなかったのは彼女への思いがあったからでしょう。性に執着がないなんて、そう自分に言い聞かせているだけではありませんか。黙れ。執着などない。お前に何がわかる。わしの生きた世界の何が。わしはガランド。あなたはガランドじゃない。いや、似合いの通りなだ。醜いものに慣れすぎた。君にも同じものしか見せられない。そんなことありません。優しい人です。だって、この顔を嫌がらなかったのは、あなただけだもの。醜いものに慣れてるのも悪くないですね。岩隠れでは男は兵、女は小種の器。人として生きる道は与えられない。私の顔もそう。普通の女性の生き方を諦めるようにと父に焼かれた。でもそう簡単に人の心は死なないわ。しかし、何を。ほら、こんなに赤くなって。そんな人がガランドなものですか。わしはガランのガビ丸だ。心などない化け物だ。人の真似をしたってどうせからわん。もう殺して稼ぐのはやめよう。彼女と二人静かに暮らすんだ。
娘のためならオサも分かってくれるはず。誰も殺さず、静かな土地で普通に暮らそう。人並みに。そんなものどうせ絡まるな。叶います。な、に、これは幕府発給の抗議御免状。いかなる罪も無罪放免にし、さらには将軍のご加護が約束される書状です。